奈良県立柏原公園野球場は奈良県柏原市の柏原公園にある野球場である。命名権の公募により佐藤薬品工業がこれを取得し2010年7月1日から3年間の契約で佐藤薬品スタジアムの愛称が付けられている。全国高等学校野球選手権奈良大会のメイン会場など高校野球や 社会人野球などの主要大会で使われており、奈良市、河野池球場と並ぶ奈良県下最大の球場と位置づけられている。なお2008年以降、奈良県内の高校は、学校再編による出場高校現象により、高校野球奈良大会は10日支払球場のみでの開催となっている。2012年には、関西独立リーグに参加した大和侍レッズが、 本拠地として使用した。なお、奈良県では2031年の国民スポーツ大会の開催が予定されており、奈良県と柏原市では県立柏原公園と市営柏原運動公園の用地を全面交換する計画が進められている。なおその市営柏原運動公園にも公式野球場がある。鉄筋コンクリート作り2階建て相性は、 佐藤薬品スタジアム県立柏原公園野球場、奈良新聞2010年5月28日、国体会場整備で、柏原市、全面交換へ、競技推進奈良新聞、2021年6月15日、閲覧。こちらはサイズが公式野球規則を充足したもので、あるが、 内野席を含め全面芝布席であること、ナイター設備が設置されていないなどの相違点がある。奈良県スポーツ支援センターに問い合わせて確認、PL 学園1984第39回、我が草、国体 PL 学園記録サイトより愛称は、佐藤薬品スタジアム県立菓原公園野球場、奈良新聞2010年5月28日夏の、 熱戦舞台リニューアル朝日新聞2010年7月5日、大和高田クラブの日記記念試合結果、大和高田クラブのブログより48年隊三浦大輔公式ブログ愛称が決定しました。柏原公園野球場、愛称、佐藤薬品命名権を継続、奈良、毎日新聞2013年5月23日、ティアラカップ、奈良大会、ティアラカップ、奈良大会、 公式チャンネルダイジェスト。球場を満員にするプロジェクト報道発表を行いました手塚山大学2015年8月28日。c i PR1 日だけ球場名変更。NHK 奈良放送局2015年8月28日。Q23 ファーム阪神戦は奈良決戦。バファローズ最終戦。オリックスバファローズ球団ニュースオリックス二軍戦。 学生企画に7企業協力球場ニックネームも毎日新聞なら2015年8月29日1日限定球場名にバファローズ読売新聞なら2015年8月29日柏原公園第一体育関心愛称は J テクトアリーナならありがとうございます